こんにちは、新鮮農薬局鈴木です。私56歳で初めて料理を作りました。料理を作ると言っても今のところ、炊飯器の中にぶっ込んで、スイッチを押すっていうだけのやつなんですが、来週になったら、レンジですね、安いやつです。1万円ちょっとぐらいのやつを買ってですね、レンジでも手早く料理ができるようにしようと、思っております。っていうのは今までも一人暮らしを始める若者にですね、私のとこ来るぐらいですから学校行けてなかったりとか、朝起きれなかったりとか、うつ病だったりとか、いろんな精神的な悩みを持ってたようなお子さんばかりなんですけれども、そういう子たちに、大学入ったり、社会人になった時に、できるだけちゃんと自分で、作れよと偉そうに言ってきたわけです。で、この間ある男の子を来年大学行く、今高3の子なんですけどね、順調に大学受験が行われるかどうかは、今のところわからないんですけれども、その子に先生はそれじゃあご飯作るのかって言われちゃったんですよ。いや作ったことねえよって言ったら、じゃあ俺もできねえよって言われちゃったんで、それでちょっと自分が作れないのに偉そうに言うのもちょっと説得力ないなっていうことで、その子たちも、手間をできるだけ手間かけずに、ちゃんとしたものですよね。ちゃんとしたものって言っても大したものじゃないんですが、とにかく私は植物油を使わない、食事をしてほしいんです。できる限り。で、オリーブオイルとかいろいろね、いいって言ってる人もいますけれども、いろんな論文見てると、やっぱり植物油の、弊害っていうのがいろいろ見えてきちゃってるんですね。で、それもあって、できれば、そうですね、毎日一つ以上、炊飯器、もしくは、レンジの料理を作って、作り続けてですよね。作り続けて、今年、来年か。来年、社会人もしくは、学生で一人暮らしを始める子たちに、今から毎日って言ったら、4ヶ月丸々ありますので、4ヶ月かける120アイテム、レシピを渡せば、その後も続けていくつもりなんですけれども、120アイテムのレシピを120のレシピを渡せば、その子たちもきっと、しょうがねえな、あいつ偉そうに言ってたけど、こんだけ、作ったんならしょうがないからやってくれるんじゃないかと。コストもね、炊飯器も、買ったやつが8800円です。で、ちょっとこれ2人分だと、食材によっては、パンパンになっちゃって作りにくいんですけど、1人分だったらもう十分にいけます。で、さっき言った通り、もう一つの、レンジも1万円ちょっとなので、合わせて2万円少々の出費です。で、今も、鶏肉を蒸しただけですね、キャベツと。一緒に蒸しただけなんですけど、準備に多分5分かかってないです。その後、その鶏肉のやつができたら、今度スパゲッティを、サバ缶で作るんですけど、それも多分準備に2、3分で済んでしまう感じです。あとは、セットして出かけていけばいいわけで、気持ち的には来週からは、炊飯器で1品で、レンジで1品という形で、パッとできるようにしていこうかと思っています。本当、一人暮らしなんかしちゃうと どうしても面倒くさくて、コンビニの弁当とか、出来合いのものを買うようになってしまう可能性が大きいとは思うんですけれども、できるだけ友達との外食の時には仕方ないにして、それ以外の時には、できる限り、油を使わない、の料理を食べていただけるように、私の方も、見た目は多分そんなにいいものではありません。いいものは作れませんけれども、作るっていうレベルの話でもないんですけれどもね。でも、少しでも、私が、本当に56歳になって初めて、ちなみにカップラーメンしか作ったことないです。そのレベルなので、そのレベルの私が、毎日のように、ご飯を作るわけですから、それを見て、しょうがねえな、
あいつが、料理作ってんだからっていう気持ちになっていただいて、わざわざ調子がね、うちに来て、本当に来た時は本当に調子悪いわけですから、こんなにみんな調子が良くなってくれてるんで、それが維持できるように、できる限り、自炊をしていただけるように、で、お母さん方からも、子供さんが、一人暮らしを始めるときに、これを見ろというふうに言っていただけると、嬉しいです。まあ、たわいのない話ですけれども、一応、私の気持ちを、皆さんにお分かりいただきたくて、簡単なお話をさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。それでは鶏肉の蒸し焼きを作ってみたいと思います。材料はここら辺にあるやつがそうなんですけど、鶏の胸肉 240g でお塩、胡椒でオリーブオイルって本には書いてあったんですけど、まあ、油を使わない料理ということで、これからずっと紹介していくつもりなので、バターを使います。であとはキャベツを6枚でキャベツ6枚今ちょうどこれを剥いてたんですけど、うちの清水に、その剥き方を見て、教えていただきまして、ここを切るとここの根元のところを切ると、パカッと取りやすいよということを生まれて初めて教えていただきましたので、それをとあとは、忘れてました、お酒ですね、お酒です、材料はたったこんだけです。であっという間にできてしまいますけれども、まずはこの鶏の胸肉を、このちょっとフォークでかいの持ってくの忘れちゃったんで、ちょっと串刺し穴だらけにします。あ、ちなみに100均で売ってた包丁研ぎですけど、これ使うか使わないかで随分切れ味が違いますので、一人暮らし始める人はこれぐらいは用意しておいた方がいいと思います。で、まあ、一生懸命ちょっと穴だらけにして、あ、ちなみにですね、作る機械はこの炊飯器です、この炊飯器で作ります。それで、私は震災のためにポータブル電源というのを用意してあるので、まあ、ソーラー発電で充電してるんですけどね、これを使って震災の時でも、料理が作れるようにと思ってます。とにかくこれを一生懸命ちょっとやってですね、で、これ適当に穴開けてもらったら、今度塩少々って書いてあるんですけど、まあ、皆さんには塩の重要性を、何度かお伝えしておりますので、ちょっと多めなぐらいの方がいいと思います。塩を揉み込んで、で、胡椒ですね。これはかけすぎです。これはとんでもないです。これは絶対真似しないでください。これはちょっとかけすぎです。あ、なおこニンニクない。ニンニク取って。あ、ニンニクすらなきゃいけないのか。ちょっとお待ちください。生まれて初めてニンニクを、すります、ここを切るそうです。で、白い ニンニクをすります。チューブのニンニクでもいいんですけど、チューブのニンニク多分植物油脂入ってます、だからそこら辺はまあ、ほんのちょっとだけだからってことでお使いになるのも自由ですし、まあ、一応私は、類はできるだけ取りたくないので、もちろんなんですけど、なんだっけ、油っていろんな病気の原因になりますけど、認知症の原因にも絶対なりますんでね、ここら辺も少しずつ、あ、痛くてできない、こんな小さい、こういう小さいのはみんなどうやってやってるんですか。こんな小さいのもなんか頑張ってやる、手が削れちゃいますけど、これみんなはどうする。あ、刻むそうです皆さん。これ
このまま頑張ると手が、削れてしまうんですけれども、本当にあの生まれて初めてなんで、これは刻むそうです。刻むも難しいですね。まあとにかくあのこれを、まあ、このぐらいでいいです、あくまでも僕は大雑把なので、これをあんま取れないですね。まあこれをここに、つけて、でこれで10分間放置です。10分経ったらまた再開します。それでは10分経ちましたんで、これ2人前なので、あでもあれかな、あの器ちっちゃいんですよ。あの単身世帯並みのことを想定してたの で一応あのオリーブオイルの代わりに バターを入れてあります。まあ、ちっちゃいのでこれ4分の1に切りますね。あ切りにくいですね。それで適当にやります。でこの中に入れていただいて、でこれキャベツ6枚入れるって言うんですけど入りませんね。敷き詰めるのでもう切っていくしかないですね。まあきっとであのキャベツなんでスイッチ入れたら多分あっという間に小さくなっちゃうんだと思いますけど、1枚でこれですね。とても6枚入るんですかね。どうですかね、あの下ごしらえを含めて今ここまでで多分5分ぐらいしか時間かかっ5分もかかってないのかな、かかってないんだと思うんですけど、この小さいあのやつだと夫婦2人のご飯を作るのは無理なんでしょうか。これ5枚で諦めることにします。あ5枚も入りません。もうこれでいいです。でこれで、これを入れて敷き詰めて、これにお酒 100cc、ここが90なのでもうこれも適当です。多分100ぐらいっていうところまで入れます。で 100cc で、あと塩も適当にもう一回振って、塩分取りすぎて構わないですからね。あただあの塩分っていうのはあの食塩じゃないですからね。これはあの、ちゃんとした塩ですので、食塩と塩分は間違えないようにしてください。これを入れて、あとは、冒頭にご紹介した、ポータブル電源ですね、非常用です。これにセットをして、で、スイッチ入れて、でこれちょっと分かりにくいんですよ。あのまた何ていう商品かあの後で言いますけど、これねこのメニューを押すとこうやって出るんですけど、このメニューでどれにするのかって決めてくるんですよね。でこれの場合にはもう普通に早炊きです。で早炊きでスイッチオフ。でこれであの出来上がるまで待つだけですので、出来上がったらまたご紹介します。さて出来上がりましたので、ちょっと盛り付けてみます。盛り付けというほど綺麗にはできません。なぜかスタッフがみんな見ています。あ、すげえいい匂い。とりあえず完成です。下、準備に多分3分ぐらいしかかかってないので、
とても簡単に、できますので、このぐらいのことは、まあ、僕でもできるのことなのでやるようにしてください。食べた感想はまた後でどっかに書いておきます。